首だけで実際打つ、うん、手首だけを使うってことでも、ここの視点をできるだけずらさずにポンとこうやって打つってことだね。構えといてポン、はい、欠点は飛ばせないよね。じゃあその分今度はこの肘を使ってポンってやろうねっていう。でこれでも足んないから自分の体をある程度動かして球を打とうねっていう、だから特殊な例だよね。要するにいろんなものが動かさない、ここだけで球を打つっていうふうなことが必要に迫られた時にそういうことが必要。これ手首を使っちゃダメだって言って悪い例に挙げられるんですけど、うん、だってそういうふうにしか動かせなかったらそこ使えばいいじゃん。そうですよね、うん、でもこれでグサッて入っちゃうのは、だからそれは自分が思ってる以上にスピードを出そうとしたりとかさ、だってグサッて入るってことはさ、手元がさこの位置から変わらずにポンって戻ってきたらグサッて刺さんないけど、刺さるってことはギュッてずれたりとかさ、